ゆるゆる、一人語りのお時間ねーす。今日はあたし、ルシフェルでお送りするわよ。こちらの番組では、私たちのなんでもない最近のことをおしゃべりしちゃうんだから、ゆるゆるっと聞いていってね。さっそく、はめていっちゃうわよえ、あれなに張り切りすぎて声がちょっと大きい <laughs> 張り切るのはいいことでしょう。でも声は小さめにするわあ、みんなには教えてなかったわねあっちでスタッフさんが私を見守ってくれてるのは、私が喋りすぎたときはアイつとかなんとかしてくれるはず、うん、はずよね、うん、ねえ待って自分でなんとかしてって言われたんだけど いきなり突き放さないでほしいわああもう笑ってるし見てなさいよ天才ルシフェル様が華麗にこの番組を回してやるんだからさそれじゃあ最近あったことを話していきますかみんなは最近何か特別なことあったりしたうん <laughs> 私はね この間一人でプリンを作ってみたのよ人生初一人でプリンを作れた感動ったらなかったわんっそうよ私プリンが大好きなの知らなかったじゃあ今知ったってことでみんな忘れちゃダメよおいしいプリンを見つけたら絶対私に教えてよね <laughs> プレゼントしてくれてもいいのよ どれだけ送っちゃってくれてもあたしは困らないんだからむしろ嬉しいし <laughs> あ、そうそうそうプリンを作ったって話私あたしねさっきプリンが好きって言ったじゃないだから毎日プリンを買ってたのそう毎日そしたらねーお金がなくなっちゃって、うん毎日買ったらなくなるって <laughs> いやそうなんだけどさでも毎日プリンを食べたいって気持ちは収まらないじゃないそういう問題じゃないっていやいやいや好きな食べ物なら毎日食べたって飽きるわけないってみんなは毎日食べるパンに飽きるのそれと一緒んじゃあ私の主食はプリンなのかってむしろそうしたいわよあでも パンもご飯も美味しいからなどっちも捨てがたい難しすぎるまあでもプリンなら朝昼パンとも食べたいわね特に一日やりきったなーって時とか寝る前の時間にプリンを食べるのが至福なのよ疲れた時には甘いものでしょ一日の終わりに口の中を甘いもので一杯 いっぱいにして幸せなまま寝るのって最高じゃないあ、あ、待って歯磨きはしてる歯磨きはしてるからそんな疑いの目で見ないで歯磨きしてるなら口の中が甘いはずない、うん、いやーはぁ、はっ、うしてるわよほら 余韻よ余韻を楽しんでるってこともうやめてよね聞いてるみんなに歯磨きもできないお子様って思われちゃうじゃないどれだけプリンの味が名残惜しくてもちゃんと歯磨きするわよだって虫歯になっちゃったらプリンも他のお菓子もご飯だって食べられなくなっちゃうでしょそれは困っちゃうブブが言ってたわよ 虫歯はとんでもなない病気なんだってご飯が食べられなくなるなんて何より恐ろしい病気よ絶対にかかりたくないわえっと、うん、なんだっけ何の話してたあプリンを作った話がどうなったかってうそうよプリン作ったのよ 歯磨きとか言わせるから全然話進まないじゃない私のプリン作りがどれだけ大変だったか聞いてよ周りに話しすぎてもうみんな聞いてくれないのよ私まだまだ喋り足りないのにはい話戻るわよ私のプリンの話を聞きなさい、うん、えっとどこまで話したっけえっと あああ毎日買っててお金がなくなったってとこ <laughs> 計画性がなさすぎるとか言わないでよね天界にいたときはお金って何かよくわからなかったのよねこっちに来てからちゃんと教えてもらって理解したし <laughs> お金ってすぐなくなるのね稼ぐのは大変なのに使っちゃうときは一瞬だなんて 切ないよなあまた話がそれるところだったうんだから毎日プリンを食べたくても手持ちのお金じゃすぐに買えなくなるって分かったのだったらだったらね作っちゃえばいいんじゃないってひらめいたのあたし天才じゃないプリンが買えないないら プリンを作ればいいのよ名言ね <laughs> みんな心に刻んでおいて天才の私は1週間プリンが買えるお金で材料を買い込んだのあプリンの材料が何か分かったのかって思ったでしょうもちろんって言いたかったんだけど一つも分からなかったわ卵を使っていることすら 原材料を意識してなかったから知らなかったのよだからちゃんと買い物に行く前にブブとリアに買おうとしてる材料が合ってるかどうか聞いたのそしたらなんて言ったと思うやめときなって言われたの失礼しちゃうわよねやめておけば作ってあげるから何もしない方がって二人して私に失礼じゃない いやあんたも失礼だから私だってお菓子作りぐらいできるんだからね二人が作ってくれるプリンも魅力的だし食べたいけど一番好きなものだからこそ自分で一番好きな味にしたいじゃない甘めとか甘さ控えいめとか固めと柔らかめキャラメルソースを入れて固めるのか食べるときにかけるのか 自分で全部決められるのって最高じゃないで、市場とかいろいろ行って材料を揃えたのいやこれから作って食べるものの材料を買うのって楽しいのね知らなかったわこれからは、部ブの夕飯の買い物について行こうかしら卵と砂糖と牛乳と <laughs> …山盛り作ろうって思ってたから 両腕が引きちぎれるんじゃないかってくらいかいこんだのよねそれでね荷物抱えて帰ってきてすぐにお菓子作りに取り掛かったの綺麗なプリンを山盛り作るんだーって調理を始めたんだけど始めてすぐね加熱魔力装置からポンって音がしてなんでか中で爆発しちゃったのよ。 何かが襲ってきたのかと思ったわ <laughs> 一回で綺麗なプリンを作ってみんなに自慢するつもり満々だったのにあ、ちょっと何そのやっぱりみたいな顔誰だって最初は失敗するもんでしょでも本当に大変だったわ まさかあそこまで失敗が連続すると思ってなかったしちゃんとレシピを見て作ったかってうん <laughs> バカにしないでよねレシピ本にかじりついて作ったんだからまあでもちょっとそのうん最初はうん適当 だったか…かもかもいやだってそのブブとかキシは目分量でパパッとやるからそういうもんだと思ってそれに牛乳を多くして薄めるより卵が多めの方が美味しそうじゃないだから卵1個のところを2個にしてみたり。 していたけなにもう何も言わないで作ったことがないのにどうしてアレンジからしちゃうのってブブに散々言われたんだからうん次行くわよ次私も反省してるんだからもうこの話はなし <laughs> 材料に複雑なものはないのに作ってみると大変なのねご飯は作ってる姿とか見てたりするし それはなんとなくわかるんだけどお菓子を作ってるところってあんまり見なかったからここまで繊細なものだと思ってなかったのよね料理とお菓子作りは全くの別物ん何なにあ分わかってくれるクッキーを作って炭みたいのれ成したってわん わかるわやっぱりあたしだけじゃなかったんじゃないクッキーだって炭になるしプリンだって固まらないし爆発だってするわよねはああ安ししたうん <laughs> でねでね丸る3日かけて試行錯誤したらちゃんと綺麗なプリンが作れるようになったの <laughs> 褒めていいのよ <laughs> 最後までやりきったの。 偉いでしょうそうそうもっと褒めてちょうだい私だってちゃんと練習したらプリンだって作れちゃうんだから完成すると今まで何十回と失敗したことも吹っ飛ぶのねだってだって私の作ったプリンすっごくよくできたんだから揺らしたらプルプルってしてて柔らかいけど弾力があって甘くって。 たまごの味がしっかりしてるなキャラメルが自分好みのほろ苦に,にできたのもポイント高かったわおい <laughs> しかったなこのプリンにたどり着くためにどれだけ長い道のりを歩んできたか爆発させないようにするだけで1日かかったからはあ、はあ 大変だった。完成させた時には、この綺麗なプリンを作り出すために生きてきたんだーってぐらい感動した。<laughs> お菓子を作ってる人は、こんな感動を毎回味わっているのよね。ちょっと羨ましい。みんなも作ってみたら大変だけど、完成したらテンション上がるし、何よりお菓子が食べれちゃう。とまあ、 こういううよ曲折があって、やっとプリンをたくさん作ることができたわけよ。毎日食べてもなくならないくらい、めいっぱい作ったんだから。こうね、机の上に、ずらーっと、プリンが並んでるのよ。絶景よ。こんなに素敵な景色、私見たことない。それを自分で生み出せたと思うとね。まあ、最近、 こういうね。あの時は、世界で一番幸福なのは私だって本気で思ったわ。って、これだけたくさん作ったんだから、ご褒美にその日はいっぱい食べてもいいってことにしたの。こういう時に自分を甘やかさないでどうすんだって話よ。誰に遠慮もしないで、いっぱい食べたわ。プリンを一個食べ終わっても、 目の前にまだまだずらーって並んでる時の衝撃ったらないんだから。幸せすぎてよだれが止まらなかったわ。<laughs> どれだけ食べてもなくならないのが嬉しすぎて、あと一個、あと一個って食べ続けてたら。あんなに作ったプリンを、一日で食べ終えちゃったの。信じられる なにつくえにあったりうを一っにってそうじゃなかったら残るでしょう、うん、プリンだけで生きていけるのではってう <laughs> そんなわけないじゃない他の美味しいご飯だって食べたいに決まってるでしょ いや今はそういう話じゃなくてもっとあたしの悲しみに寄り添ってよあんなに頑張って作ったプリンが食べ終わるのは一瞬だなんでううんうんんうん食っても作ってもなくなるのは一瞬ねほんとショックいやプリンだけで生きてないから <laughs> 誰が体の70%がプリンでできてるよそれじゃあもはやただのプリンでしょそりゃあ確かに。創造主にお気に入りのプリン食べられて喧嘩しちゃったせいで打点したくらいにはプリンが好きだけど、それと同じくらいいつもの料理だって好きだから。そこも覚えておいてちょうだい。 えー、次は、何の話がいいねえねえ、なんかお題とかくれないのうん、なになにいつも何をしてるのか、プリンが好きなのは分かったけど、ご飯は一番何が好きか、お仕事は魔物とか退治したりしてるのか、嫌いなものとかってある ああ、嫌いなものね。今、ものすごい勢いで思い出したことがあるわ。嫌すぎて封印していたの。もう、すっごく大変だったんだから。二度とあんな目に遭いたくないわ。んー、でもちょっと待って。嫌いで思い出したけど、嫌いっていうよりは、苦手なのよね。まあ、 それは犬なんだけど <laughs> いきなり飛びついてきたりしたら怖くないあと「うわん」って吠えられるとビクってなっちゃう逃げたら逆に追いかけてくるし苦手なのよねん小さい犬なら大丈夫じゃないかって犬が好きな人ってみんなそういうわよね違うのよ サイズじゃないの。そこが問題じゃなくて、犬ってところが問題なの。あ、いや、あの、かわいいとはね、思うわよ。ちっちゃい犬種とか、子犬とか、コロコロモフモフしててかわいいとは思う。でも、触ってみろって言われると、途端にできなくなるのよね。ポスターとかだったらいいんだけど、実物は、 噛まれちゃったらどうしようとか思うと撫でられないし、触れないのよ。私だって、もふもふしたい時だってあるからね。でも、そうなると特訓しなきゃダメだと思うの。できればやりたくないけど。だから、外に出てる時に犬が見えたら遠回りして、なんとか出会わないようにしてたんだけど、この間うっかり出会っちゃったのよ。 ま、真正面から。その日はね、美味しいって教えてもらったケーキ屋さんに行こうとしてたの。もうプリンじゃないのかってま、<laughs> プリンの話は置いておいて、今はプリンの話じゃないの。ほら、もう、ケーキ屋さんの話をさせてってば。で、ケーキ屋さんに向かってたら、パトロール中のケルベロスに会ったのよ。みんなケルベロスって知ってる おっちょこちょいで抜けてるけど、一生懸命で頑張り屋さんのおまわりさんなのよ。たまにパトロール中に寝てる時があるから、出会ったら起こしてあげて。優しく起こしてあげてね。優しくよ。えっと、あそう。ケルベロスをね、見つけたの。私、その時ケーキ屋さんへの道がわかりにくくて、ちょっと迷っててね。 ケロベロスに道を聞こうって思って駆け寄っていたら犬がいっぱいいたの。足元に猫、ね、なんかふわふわしてるのあるなって思ってたら子犬だったのよ。ちょ、笑い事じゃないの。もう、ほんと大変だったんだから。三匹もいたのよ。 一匹でもあわあわしちゃうのに、三匹はどうしたらいいかわかんなくなっちゃうわよね。ちっちゃくてふわふわのワンちゃん見つけちゃって、思わず叫んじゃったのよ。そうしたら三匹とも私に気づいちゃって、もう引きちぎれちゃうんじゃないかってくらいに尻尾振って、こっちに来たのよ。来ないでって言ったのに、三匹とも。来ないでって言ったのに。どうしてわかってくれないのかしら。 うん、犬の言葉は人にはわからないってそれは分かってるの。でも嫌がってる雰囲気くらいさせてほしいじゃない。あの子たちだって自分たちを苦手だって泣き叫べば相手に近寄っても何も得はないと思うの。お互いのために離れていようよ私だってこんなに叫びたくないんだからって。は思い出すだけで疲れちゃう。 しかも、ケルベロスの待ての言葉も聞かずに私の方へ走ってくるから、私も全速力で逃げたのよ、条件反射ね。うん、そりゃ、もうめちゃくちゃ逃げ回ったんだから、あの子犬ちゃんたちすごすぎない警察犬になるために訓練しているからかなびっくりするぐらい体力あるし、どこまでも追いかけてくるから大変だったの。 ちょっともうどこを走ったのか覚えてないけど、すごく走ったのよ。こんなに走ったのは打点してから初めてだったかも。うん、打点前、うん、打点前は、犬型の魔物に飛びかかられたことがあったわね。あの時も天界の端から端まで逃げ回ったわ。あの時はずっとずっと逃げきれなくって怖かった。 最後はブブに泣きついたっけな。ブブが骨のおもちゃを用意してくれて、それを放り投げたらおもちゃで遊んでくれたの。ようやく解放された後、よしよしって、赤ちゃんにするみたいに慰められちゃったわ。恥ずかしかったけど、あの時は信じられないくらい泣きじゃくってたから、赤ちゃんみたいなもんよね。鼻水垂れ流しながら、ありがとうって。 って言ったわんその時みたいに今回も町の端から端まで逃げたのかって <laughs> そりゃそうよなかなかあのふわふわのワンちゃんたちが離れてくれなくてうん <laughs> いい警察犬になると思う狙った獲物は逃がさないって感じだったし町中どころか隣町にまで行ったんだから あ隣町まで行ったら、お目当てのスイーツ食べ損なったんじゃないかってそうなの。走り続けて気づいたら隣町にいたのよ。隣町まで行っちゃったから、結局最初に予定してたケーキが食べられなかったの。逃げたとこの町は一回も行ったことなかったから、そこでも迷子になっちゃって。その町でも美味しいケーキはあったかって さすがにそんな余裕もなくって。しかも知らない街でいきなり美味しいケーキ屋さんを見極めろって無茶じゃないもちろん美味しそうな店もいっぱいあったけど私がその日食べたいって思ったものと違うからなんとなく手が出なくて。だってさみかんを使ったケーキが食べたい時にどんなに美味しそうなイチゴのケーキがあっても気分じゃないなーって。 ってならないその日は絶対絶対お目当てのケーキ屋のケーキを食べたかったから素敵なケーキをいっぱい見おこりしちゃった <laughs> でーもーねーその街ですっごく美味しいパフェに出会えたのやっぱ私ってついてるわ運がいいあ決めてたケーキじゃないのに食べれたのって <laughs> だってケーキじゃないんだもん。私がどうしても食べたかったのはケーキであって、パフェは違うの。別腹ってやつよ。違う使いどころが違う <laughs> ま、あいいか。チョコたーっぷりのでっかいパフェをお腹いっぱい食べられた私は、あの瞬間最強の幸せを手にしてたってことが重要なんだから。 街から街まで走り続けた体に、あの甘さは染みたわ。すっごく美味しかったから、今度は友達を連れて行きたい。でも、最初はブブやリアやキシ、シスターとかしらね。ああ、でも、シスターはちゃんと起きてるかな。あの人すぐに酔っ払って帰ってくるから、お昼までダウンしていることが多いのよね。 グロッキーなシスターを連れて、あの街まで行くの、結構大変になりそう。みんなと行ってパフェを食べたいけど、まず家から出るのが困難ね。はあ、あのシスター、ちょっとお酒禁止にした方がいいんじゃないかしら。うん、そうね。それがいいわ。シスターのお酒立ち習慣、やっちゃおう。そうすれば、みんなでパフェ食べに行けるわよね。 うーんまあ、今度こそ、子犬ちゃんたちに出会わないようにしないと、また私全然知らないところに迷い込んじゃいそうだから。あれあもうこんな時間、はあ、もうちょっとおしゃべりしたかったのにな。みんな、私の一人語りどうだったなかなか良かったんじゃない二つも大きな事件を伝えられたんだから、 初めてとは思えないほど、場を温めるのがうまかったと思うのよ。うん。ちょっと、何要素の含み笑い、絶対ちゃんとできてたからね。<laughs> それじゃあみんな、私の話を聞いてくれてありがとう。本日のゆるゆる一人語りは、私ルシフィルでお送りしました。